じゃあ、あれですかね、そろそろ皆さん戻ってこられたかな。はい。じゃあ、最後、松澤さん。はい。よろしくお願いします。画面共有の準備お願いします。よろしくお願いします。お願いします。では、デスクトップごと共有します。はい。はい。来ました。スライド見えてまじすでゃあ、しょうお願いか。しはい。ます。はい。では、Python で、Python JavaScript で読む点群という、かなり変なタイトルでお話しさせていただきます。松澤太郎です。よろしくお願いします。簡単に自己紹介です。タイル3兄弟の一味をやっております。ツイッターはスメルマンという ID で、ジオリパブリックのシニアデベロッパーという立場で、仕事をしております。あと、日本ユニックスユーザー会理事、OS 上日本支部理事、あと、オープンストリートマップファンデーションジャパンのメンバーで、あと、2年前にリアクトネイティブの本を書いたりとか、あと、普段は Ruby on Rails とか Python とかでプログラマーをやっております。音楽ではブレイクコアというジャンルのクラスターで、活動しています。ジオリパブリックという会社についてですが、いろんな国での方々が、参加している、いろんなネットワークを持つ、地理系のデベロッパー集団みたいな、そんな感じで捉えてくれたらいいです。最近ではマイシティレポートというプログラムが、日本の各地で使われるようになっていきます。オープンソース GIS を独立する会社で、オフィスは神戸と東京とミュンヘンがあります。で、神戸オフィスはちょっと面白いので、遊びに来たらいいと思います。とりあえずお仕事待ってます。はい。で、次は大ニュースです。弊社社長が政府 CIO 補佐官になりました。胸にハックしますと書いてあるので、政府がハックされる事態になります。どうなるか、乞うご期待。では、今回のタイトル、なんつうんですけど、バイナリーを読む話をします。なぜバイナリーを読むかっていうのは、実はバイナリーの読み方って仕様が分かっていれば比較的簡単です。で、その比較的簡単であることですら知られていないのではないかというところから、今回の話をさせていただきます。で、簡単なフォーマットから始めればいろいろ応用が効きますので、バイナリーが読み書き、もう簡単なフォーマットからできるようになって、それからオレオレベクトルタイルみたいなものとかも作ったことが作れるようになったりします。で、今日の題、点群とは、Python と読むと JavaScript でも。プログラムはすべて公開していますので、こちら、後で、スライドを上げますので、そちらをご覧ください。では、点群とは何でしょうっていうか、先ほどお話にもありましたけど、地理で使われるデータの一種です。レーザー測量が SFM などで取られたポイントデータ群、ポイントクラウドという名前で、言われています。で、3D の地図表現とかでよく使われるデータですが、最近では自動運転とかスマートなんだなんだなんだとか、ちょっとこう、渋い世界でも使われているという感じですね。で、フォーマットなんですけど、ラスフォーマットおよびラズフォーマットが有名です。で、ラスフォーマットの仕様自身は公開されていて、じゃバージョン1.2から1.4が一般的に使われている。で、バージョンの違いはヘッダーで扱えるものの差となります。で、点群を表示するウェブライブラリーとしては、ポトリっていうものが有名ですが、これは独自のストラクチャーを持つもので、専用のコンバーターを使う。で、一時期、ポトリコンバーターが商用ソフトになって、みんながワッシュワッシュしたっていう話があります。で、他にセシウムとかアイタウンとか、あと、ジェロ 3D というものがあって、ちなみにジェロ 3D はアイタウンズのフォーク、アイタウンズのフォークとなっています。オースランディアが、ちょっと、揉めたらしいので っていう感じですね。で、これらは 3D タイルズっていうものに対応しています。で、OSS のコンバータでは、エントワインか Py3D タイルっていうものが有名です。で、今回の本題です。ラスデータは仕様が公開されていて、静岡県がラスデータをたくさん公開しているというところがあります。で、ライセンスもクリエイティブコモンズ。で、
バイナリを読むプログラムを書くには良い題材となります。今回はヘッダーを読むプログラムを見て雰囲気をつかんでもらいたいという感じです。では、Python で読む。Python で限らず大体のプログラム言語には、まあ、バイナリを読むためのモジュールがあります。Python の場合、struct というものを使います。読み方なんですけど、Rust の使用書を手元に置いて、で、インポートストラクトをしてオープンで開いて、で、ストラクトを一つずつ読んでいくという感じになります。大体こんな感じのコードになります。で、ここの、今先頭で、ファイルシグネチャーというものを読んでるんですけど、まあ、これはちょっと、チャー型なんで、ちょっと読みか、書き方がめんどくさいんですけど、4バイト分を 4C で読むっていう、そういう感じでやります。で、次のファイル ID の読み方なんですけど、この、1個先の、ファイルソース ID というものですね。で、そこのところの読み方が、H っていうのが、大文字の H でアンサインドチャー、ショートになると。で、それを、2バイト読みますっていう、そんな感じで、どんどん読んでいくと。で、ファイルリード関数を使うと、開始位置がどんどんずれていきます。例えば F2 を、2回やると、FD を2回、4と3ってやると、先頭位置が7のところに移動するっていう感じの動き方をします。で、アンパックっていうのが先ほど、バイナリを実際読む、どういうバイナリを読むかっていうのと、あとどういうバイナリ自身をどうアサインするかを決めるものになります。で、例題のようなコードで、ストラクトアンパック4C で、4バイト読んだら、チャー4になって、ストラクトアンパックの、ダイナリー L かな。で、リトルエンディアンのアンサインドロングとかっていう感じで読みます。で、これはどん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 付き合わせていって、並べていくっていう感じになります。まあ、ユニットテストとか書いてもいいんですけど、僕はプリントウェフでバックをしちゃいます。で、これ、割と簡単に、読むことができますと。で、こんな感じのコードをずらずらずらと並べていくと、読んでいくことができますっていう感じです。まあ、Python の方はちょっとデモしないので、まあ、雰囲気をつかんでいただければなと思います。で、あと、読む上で、マイナーバージョンによってヘッダーが異なる、サイズが異なるので、まあ、バージョンチェックを入れるといいと思います。まあ、1.2 のヘッダーだけ読むってなったら、別に、バージョンチェックは必要ないです。点群そのものを読むとき、はオフセットデータポイントというヘッダー値があって、そこに FCEQ でジャンプして、読んでいくという感じになります。で、データそのものの、仕様とかも書いてあるので、そこら辺を見逃さないで、仕様を読めば簡単に読むことができます。では、JavaScript で読む。今回、ファイル API と、ファイルリーダー API を利用して、ブラウザからファイルを読む想定でやっています。で、時間があればデモをしますということで、時間があるのか、リンクを開く。大丈夫だと思いますよ。OSM の地図が出て、時間は大丈夫だと思います。はい。あれ、ちょっと待って。掛川市の、これ、5ギガのラスですね。はい、それをぶち込みます。こんな感じで。移動します。はい、今のがデモでした。横の方に一応フォーマットとかが出ています。で、読み方なんですが、ファイルリーダー API にイベントハンドラーを作成します。そしてブロックファイルをスライスしたものをファイルリーダー API で読んで、次のオフセットをしていて、またスライスして読んで、で次の次の次のって繰り返します。これはどういうことかというと、ここでスライスで読み取る範囲を指定して、リーダーズアレイバッファーで読み取るんですが、オンロールイベントがハンドルを読み取って、そこのオンロールイベントの方にジャンプするっていう形になります。なんで、開始の行が下にあるんですけど、そこからオンロードのイベントの中にジャンプして、でオフセットが0だったらこうやって読むとか、でオフセットが6だったら、あ、じゃあ次はこれだなとか、そういう感じでどん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 こう、あ、これオフセット、4の間違いですね。まあいいや。まあ、そういうループをどん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 回して、で最後に読み終わったらアボートするっていう感じの読み方をします。
で、これはややこしいので、プロミスを使いましょう。こういう構造のケースにはプロミスを使うと簡単に書くことができます。シンクアウェイトを使えば Python っぽくことが Python っぽく書くことができます。で、こんな感じのコードですね。で、オフセットとリーダーを実で参照可能して、オンロールに飛ぶときに、リゾルブを呼んであげるという形にします。で、スライスを作るサイズを引数にして、成功時にオフセットに加算するっていう形でやっていけば、あとはこんな感じで Python で書いたコードのように、順番に、読んでいくっていうことができます。この関数で、ここでは、ABIT の JIS、リードスライスで何バイト読むかを指定するみたいな感じで。で、読み取られたバイナリの処理の責務が全てリード関数の方に持っていかれることができるので、まあ、前に書いたコードの、どこに責務があるかみたいなところが、ループみたいなところになくて、まあ、こんなシンプルなコードで呼ぶことができると。で、最後にアボートして、リーダーに対してアボートしてあげれば OK という感じですね。で、プロミスのいいところは、データビューなどの処理をするところが外出しできると。で、プロミスを使わないとイベントハンドルがないなので、まあ、JIS を使いまくるしかないっていうのが結構めんどくさいところになります。で、プロミスを使えばほぼコンストで指定できるので安心。まあ、レッドで使うのは1箇所ぐらいになります。で、オフセット、なんかヘッダー以外のオフセットスライスはボディも簡単に読むことができますと。ということでまとめ。Python ではストラクトを使うと簡単にバイナリが読めます。JavaScript は癖があるけど、Promise Async AVIT を使えば簡単に読めるよと。で、今回作ったプログラムはこんなところにありますので、お時間がある方はぜひご覧ください。以上です。はい。終わり。ありがとうございます。はい、ありがとうございます、松田さん。はい。はい、質問が、これ、僕からなんですけど、はい、冒頭にタイル3兄弟って、さも、はい、当然のようにおっしゃってたんですけど、ちょっと解説いただきたいなと思いまして。メンバーですが、僕と、あと、猫のアイコンでおなじみのニャンパイアーという人物と、あと、ダゾの組織に所属している HFU という方の3人です。あの方ですね、はい。ありがとうございます。はい。で、タイルについて酒を飲んだりとか、はい。とにかくタイルについて語り合う3人です。はい。そうそう。リアルのイベントの時とかでも、その3人でずっとタイルの話ばっかりしていて、他の人が話しかけられないというね、特に謎の組織の人に皆さんご挨拶したい、なんか盛り上がりすぎて、あ、挨拶忘れたみたいなのがよくあるという、うちはネタですね、すいません。はい。うん、というところです、はい。あ、他にも質問来てますよ。はい、JavaScript でリードするとき、メインスレッドで処理することになるのですか、バックグラウンド処理は難しいですかという技術的な質問が来ています。今回、そこの部分に関しては、すっ飛ばしてますね。メインスレッドでやってます。バックグラウンドに持っていくっていうことになると、どっちかっていうと、バイナリの読み方についてちょっと説明するっていうやつだったので、まあ、今回、特にそのバックグラウンドで読むとかっていうのは意識しなかったので、ちょっとそういうコードは全く書いてないです。実際これプロダクションコードじゃないので、うん、このプロミスを使ったコードは納品してません。そういうことですね。うん、そういうことです。さすがに、はい、わかりました。ありがとうございます。じゃああと1分ほどありますけど、じゃあどういうことって突っ込まれると困ります。ああ言ってない言ってない、大丈夫大丈夫です。スポンサー枠なので何かあれば、社員募集中とか、なんか仕事募集中とか何でもいいですよ。はい、そうか、まあ、お仕事というか、まあ、まあ、クロージングの時間になるので、いいんじゃないかなっていう、あと、まあ、マイシティレポートは宣伝しておきたいですね。はいはい、マイティレポート皆さん、ぜひ千葉市、大津市とか、加賀市、和歌山県、いろんなところで使われているので、
ぜひぜひ使ってみてください。はい、あとすいません、最後にブラウザにどんな狙いで天群データを読み込んだんでしょうかっていう質問、一言で答えてください。はい、案件でそういうのがあったから。あ、とても分かりやすい回答、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。それでは、ジオリパブリックの松、はい、大丈夫ですか、ちょっと、はい、あります、大丈夫ですか。はい、大丈夫です。はい、ありがとうございます。はい、では、ジオリパブリックの松田さんでした。ありがとうございます。はい。ということで、